キットピーク国立天文台は、アメリカ合衆国アリゾナ州南部、クーインラン三ン山町にある天文台。ツーソンの南西 88km、徒歩のオーダムネーションに含まれる、そのラサバクの中に所在する。この天文台は、アメリカ国立工学天文台の一部門であるが、アリゾナ大学スチュワード天文台のグループに属する MD、MDM 天文台などもある。 23台の望遠鏡があり、世界でも有数の天文観測機器が集まっている場所である。1958年にアメリカ国立科学財団による国立天文施設及び天文学研究を行う大学の共同施設の場所として選定され、徒歩の大ダムの先住民との間で永久優勝対応の契約が結ばれた。1982年に キットピークなど3カ所の光学天問台の運営を統合するためにアメリカ国立光学天問台が設立された。すなわち、キットピーク天問台とニューメキシコ州サクラメントピーク太陽観測施設、チリのセロトロロ天問台が統合された。キットピーク国立天問台の主要な施設は4メートルのマイオール望遠鏡、3.5メートルのウィーン。 望遠鏡の他にも2.1メートル、1.3メートル、0.9メートル、0.4メートル、反射望遠鏡がある。世界最大の太陽観測望遠鏡であるマクマス、ピアス太陽望遠鏡もある。地球近傍天体の探索に91センチメートルの反射望遠鏡が用いられた。ありがとうございます。